じゃあ、今回は、4.3 パッケージの初期化から、始めていきたいと思います。パッケージの初期化ですが、まず最初にですね、依存しているパッケージの初期化が行われて、で、自分のパッケージを初期化するという、そういった感じでパッケージは初期化されますと。で、依存パッケージはですね、まずインポートしているパッケージのリストを、作り出してですね。で、まあ、それをこう再帰的に行って、自分の依存しているパッケージの、さらにそいつが依存しているパッケージのリストとかを、作ってですね。で、どんどんリストができていって、最終的にこう何にも依存してないパッケージが出てくるので、まあ、標準パッケージとかですね。から、初期化をしていくという、感じですと。で、各々のパッケージの初期化はですね、まずパッケージ変数の初期化を行って、その次にイニット関数の実行を行います。で、このイニット関数なんですが、パッケージの初期化を行う関数で、パッケージの初期化時に呼び出されますと。で、パッケージ変数への代入では表現できないような複雑な初期化を行う場合に用います。で、1パッケージに複数用意しても、良いですが、まあ、さらに1ファイルに複数用意しても大丈夫です。で、実行順がシビアなものはイニット関数に書かない方が、いいかなと思います。で、あとはエラーハンドリングが必要な処理は、書かない方が良くてですね、エラーが起きるようであればパニックを起こした方が、イニット関数の場合はいいかなと思います。イニット関数はですね、特別な関数で、明示的に呼び出すことはできません。で、イニット関数実行してみましょうかね。で、わかりやすいようにメインって書いておいて。で、パンクイニット。で、プリントエリア。イニット1と。こうすると、まあ、メインの前に実行されるのがわかりますと。で、複数書くことができるというので、こんな感じで書くことができます。まあ、イニット1が実行されて、イニット2が実行されてって感じですね。で、例えばこの中でイニットって明示的に呼び出すことは、できないですと。アンデファインドっていう感じになります。まあ、ちなみに、イニット関数は呼び出せない。じゃあメイン関数は呼び出せるのかというと、実は呼び出せますと。メイン関数は実は明示的に呼び出せるんですね。だけどイニット関数は特別なので明示的に呼び出すことはできないですと。さっきちょっと一瞬でわかんなかったかもしれないですけど、メインが2回出てるのわかりますかね。通常のメイン関数の呼び出しの前に、イニット関数の中でメイン関数を呼び出してるんで、これで1回。で、何もしなくてもメイン関数が呼び出せるので、もう1回。っていう感じですね。